はいどうも、西浩一郎の最勇気。本日はですね、横須賀に来てるんですけれども、横須賀の別の古着屋さんに教えてもらったお店に来させてもらったんですよ。そうするとその店が半端じゃなく不思議なものになってたので突入しようと思ってます。でちなみにそのお店が、ヘルズマーケットさん。ここ元旅館らしいです。どんなことをやってるのか聞きに行きます。何このおしゃれ空間。撮影室すいません。どうぞ。いいみたいなんで撮影させていただこうと思います。すげえおしゃれ。お名前よろしいですか？田口です。田口さん、はい、何とお呼びしたいですか？どっちも下の名前はカズなんで。カズさん、カズさんでいきましょう。大丈夫です。え、ここはカズさんのお店なんですよね？まあ1階はって感じです。1階は、そうですね、3階建てなんで2階まで。3階建て？はい。ここ3階建てなんですか？そうですね、前もともと築もうすぐ100年なんですけど、はい、旅館で。旅館3階まであるんで、今2階までは店になってる感じですね。え、カズさんがなんていうか、そのおしゃれ旅館にしようとしてるんですか今？おしゃれマーケット。あ、マーケット、マーケット旅館をおしゃれマーケットにしようとしてるすげえな。まあ、もともとは40年ぐらい、はい、そのちょっと前までは骨董品の、はいはい、お店やって、でオーナーさんの旦那さんが絵描きで、はい、でなんかここに壁があったんですけど、はいはいはい、その時はなんかギャラリーに、骨董品やめてギャラリーにして、はいはい、あの壁白くして、はいはいはい、旦那さんのために。でその後オーナーさん変わって、はい、で僕が新しい大家さんから、はい、引き継いで借りて、はい、壁切っちゃったみたいな感じ。すげえ。え、これじゃあ2階も行けるってことですか？行けますね。はい、え、行ってみていいですか？全然いいですよ。2階にもショップがあるってことですね。2階はこういうヴィンテージのメガネでまとまってるって感じで、1階は俺がアクセサリー作ったり、ちょっとレーザー作ったり、おー、で、俺はあと家具を集めたりしてすっげーディープスポットで、カズさんが作ってるのがこういう革物の財布だったり、財布ですね。メインは財布、レザーはこの前始めました。おじゃあ、あれか、あ、こういうアクセサリー類系ですね。そうですね、まあ俺が作ってないものもその中に今ちょっと入っちゃってるんですけど、はいはいはい、まあ主には軸はこういうなんかアクセサリーですね。あ、なんすかこれ、もともとシルバーですか？家にさ、あそこが工房で。へえ、すげえ。こっちが、こっちが今レザーレザーの工房ですね。で、こちらがこんな感じになってます。こっちが金で、あっちがなんかシルバーを作ってる工房らしいんですけど、ちょっと行きましょうか。こちらがこういう工房になってるわけですね。まあだからあれですね、ファクトリーショップというか。あ、ファクトリーショップ、うん、へえ。完全にアトリエと一体化してるのが、はい、多分ストロングっぽい。へえ、すげえ。じゃあちょっと2階の方行かせてもらいます。いや、何この空間、すごいね。ラッキーやん。いろいろ作られてるのがわかるんですけど、革があったりとか。じゃあブーツ？あ、仕入れ。あ、これは仕入れなんですね。はい、へえ。あ、こんにちは。お邪魔します。で、あ、幼馴染なんですけど、はい、おいくつなんですか？29。若っ。29です。同じくらいじゃん、ゴリ丸。なんすか、なんすか、なんすか。ゴリ丸です。ゴリ丸。ペツボケンカメラマンのゴリ丸と言います。確かにちょっと待っとか、あれ。あの、腕相撲を負けたことがない。じゃあちょっと行きましょうか。はい、こういう家具を仕入れてるんですか？は、まあ基本的に向こうにあったやつとかもそうなんですけど、うん、あと隣にある、はい、ホームザモーニングの方にある家具とかも全部一応お礼だ。センスの塊やで。いや、まあ
キングセンスの塊やもんね。これ多分みんな見たいと思いますよ、世の中の人。はい。いや、本当だってすげえ興奮しますもん。元々は、うん、あそこの1階から2階に上がれたんですよ、正面玄関、はいはい、あの階段がこう続いてたんで、うんうん、でもまあある時多分切ったんですよね、はいはい、だからここ裏からしか今行けないんです。もうこのなんていうんやろ、なんやろな、この探検してる感もたまらんくない。まあ確かに結構ニッチなものが集合してるって感じ。旅館やで、何回も言うけど、もともと。いや、すげえおしゃれ、マジで。そうっすね、ここすごいっすね、吹き抜けね、うんうん、すごいっすね。すげえかっこいい。こっからまあどんどんいろんなショップさんが入ってきて楽しくなってくるんですか。ショップじゃないっすね、もう多分あ、アトリエになってくるわけですか。はい、ミシンとか、あ、洋服作るこのワークスペース作るとか、そうなんですね。あとは撮影、物撮りの撮影のスタジオ、あ、スタジオショー、ライターも超おしゃれ。こっちがハーフ、このスタンドマイキーっていう、あのずっと結構長くも一緒にやってるんですけど、メガネのヴィンテージ、ここから輸入して、はいはい、こんにちは。こんにちは、西浩二と申します。スタンドマイキーです。スタンドマイキーさんとお名前。そうですね、マイキーという名前で、店舗の屋号がスタンドマイキー。なるほど、はい、やらせてもらって。男前、決してカズさんが男前じゃないってことじゃないですよ。当たりますね、男前。びっくりする、男前です。ヴィンテージのメガネを、はい、販売してるんですか。はい、海外から輸入をしてきて、はいはい、メンテナンスをして、はいはい、で、レンズもヴィンテージのものを使用して。レンズもヴィンテージなんですか。はい、うわ、超興味ある。ガラスなんですよ。来た、運を持ってるとはこういうことだろ。いきなりロケに来てこんな店に巡り合える、これこそ運。西高一の最有機やばい。ちょっとちなみにかけさせてもらっていいですか。もちろんです。で、いくらぐらいで売ってるもんなんですか。そうですね、最安で28,000円かな。そこそこのお値段はします、はい、なんでレンズ込みです。レンズ込みで28,000円で、まあ、ヴィンテージやからね。デッドストックもあるんですよ、このね、デッドストックでしょ。そうです、綺麗ですもんね。最近入ってきたフランスのデッドストックですね。あ、ちょっと見たい、いいですか。お好きなもの手で取っていただいて。いやー、ちょっとどれ行こうかな。これジョニーさんとのデップさんがかけてそうじゃない。かっこいいっすね。かっこいい。なんか急にうさんくさいな。俺ちょっとこれじゃない、あれじゃ、あれがいいんじゃない、マイキー。はい、カート、カート、まあ、そうですね、幻のカート、これ一押し。あ、似合う、この辺かっこいいかも。あ、かけられると。あ、そう、はい、これですか。これ、はい、ちなみにおいくら前なんですか。これで40万円。40万円、はい、かけていいんですか。もちろんです。40万円のメガネ、ごめんなさい、ちょっと説明していただいてもいいですか。なんで40万円の価値。そうですね、アートオプティカルというアメリカのこちら、はい、1960年代の作りのメーカーなんですけど、タートオプティカルの1960年代のメガネ、はいはい、の新品の状態ですね。うわ、なんか急に触るの怖なってきた。で、それこそジョニー・デップだとか、はい、あと古いところで言うと、あのここのポスターにもいるジェームス・ディーなんかが愛用してるっていうのが。ジェームス・ディー40万はけど買われへんよ。どう、ジョニー・デップみたい。あ、かっこいい、すげえかっこいい。いや、欲しい。でもさ、これ40万はさすがに無理やな。ありがとうございます。ありがとうございます。デッドなのにね。いえいえ、申し訳ないです。年間3万円ペースぐらいで値上がってます。あ、上がってるんですね、はい、ね。いやー、このお店これって幸せ、俺今めちゃめちゃ嬉しい。この辺は、はい、もうあれですか。この辺も、これは、イギリスのデッドストックのものですね。これおいくらぐらいですか。ここら辺で6万と5千円です。そんぐらいすんすね、はい、
これも新品の状態ですね。アルガっていうメガネですか。ちょっとこれもかけてみましょう。ぜひぜひ。これ何年代ぐらいなんですか。これも60年代ものです。60年代なのにすげえ軽いんだよ。おばあちゃんのポタポタ揚げみたいな感じになってない？大丈夫？でもかっこいいな。なんか顔的に似合う感じだよね。欲しいわ。でもこれも3万6000円、はい、6万6万6万急に持ってないよ。いやこれはだってみんな来たいと思いますよ。あ、本当ですか。だってもう横須賀来てよかったと思ってますもん嬉しいです、はい、ありがとうございます。確かになんかきついんですよ。うち多分よそから見てあんまり入りやすさとかもないし、男だけでやってるんで。確かにそれはあるかもしれない、うん、なんか可愛くはないんで、やっぱり名前がだってヘルツマークとかで結構ね、振り切ってつけちゃった。確かにそうか。でも俺ら男の子やから入りやすい。男の子で年でもないけど、男の人に愛されるお店がいい。ここら辺なんかは金額的にも。これがちなみに何ですか、はい、これで、カナダのこれも60年代ものなんですけど、はい、こちらは新品の状態ではないので2万8000円でレンズ込みですね。どう、でもな、急に2万8000円もカードなんかもちろん使えないですもんね。もちろん使えます使えるんですか。使えます。下も使えます。あ、そうなんだちょっとこうざっくり映させてもらって見てこれ、こんなライトもおしゃれやし、なんかあれなんですよ、下とちょっと違ってこっちはパグ調にマイキーが好みなんでしてある感じですね。もうこういうお店が好きなんですよ僕は。男にとってはたまんない感じがあるかもしれないですね。うちはこのメガネとかめったに会えないですもん、こんなもの。基本うちで全部揃うみたいな。素晴らしい素晴らしいでやってます。だから皆さん、横須賀に来たら全身コーディネートができるようになるというこれですね。あ、もうできんのか。いや、横に古着屋あるもんね。隣行けば、そう、すべて揃う。あと家具もあるんで。家具もある、衣食住全部行きます。食はダメ。食が今、これからやろうか。これからやります。食もやります。ヘルズキッチン、ヘルズキッチンちょっと怖いっていうの。僕なんか、80年代の映画みたいですね。そうですそんな感じです。テーマをそんな感じで。いやすげえな、楽しい。ちょっと古着の方もじゃあ行ってみようか。そうですね。案外ありがとうございました。いやー本当に、はい、かっこいい。はい、じゃあ次は横隣にある、古着屋さんに行ってみたいと思います。おしゃれなお店よこれ。あ、割となんか大人っぽい。セレクト古着屋さんみたいな感じですね。そうですね。この家具とかをカズさんが集めた。あ、そうですね。カスケット欲しい。これ作ってるやつかな。そうです、このキャスケットもオリジナル。そうです。作ってるんですか。僕ではないんですけど、作ってる方がいて試着させていただきます。で、もうちょいこんな感じか。あ、かっこいい。いくらなんですか、ちなみに。それぐらいと全て1万円です。1万円、へぇ、それで生地もこの古着とかあの方式。なるほど、そう言われればそんな感じしますね。そうです。いろんなものから、じゃあベッドパンツ、スカートとかのいろんなところから持ってて、すごくできればその生地で、まあ、ちょっとオーダーみたいな形でできたらなっていうのをしてほしい。オーダーヴィンテージデニムとかやってほしい。あ、そうですね。できたら面白いかな。いや絶対面白いですよ。どうこれさ、でもオーダーできるようになってからオーダーさせてもらった方がいいな。あ、そうですね、うん、そのファクトリーをあの2階に作りたい。かっこいい。横須賀に住もうかな俺へえ、おしゃれやな。洋服もおしゃれね。これ昔のペンドルトンの洋服、寝るシャツね。すげえな。じゃあ出来たてほやほやなんで、こっちのお店は。はいはいはい。何ヶ月だ。4ヶ月。4ヶ月目です。でも、だったらすごいよね。あのディスコンチさんはここ
最近できたんですけどって言って教えてくれました。そうなんです。あのディスコンジのジュンオーナーさんとジュンさん、そうジュンさんと俺が10代の頃から知り合いで、はいはいはい、で結構通ってたんです。あ、ディスコンジさんに、はい、へぇ、とかもあって、いや、あのジュンさんっていう方面白かったですよ。いや、めちゃくちゃ面白いですね。これ、なんでこんな安いんですかって聞いたら、ノリでやってるからそう言ってたよね。ノリって、ノリでそんなに安くできると。この辺とか好きなんだよなぁ。あ、かわいい。ユーロ安い、7800円。だからちょっと若干でもサイズがちっちゃいですね。あ、そうですね。うん、古着って大きめのものがこう、はいはい、多いと思うんで、そこちょっと意識して、あ、ちっちゃいのはのゴールデンサイズみたいな M サイズぐらいのやつを、はい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 、サイズは選んでおります。へえ。僕が小さいので、はい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 、あんまり古着屋さん行ってもいいなと思っても大きいのばっかでこう買えなかったりっていうのがあるので。なるほど。ちょっとそのあたりはサイズは気にして。へぇ、 T シャツとかもかなりなんかしっかりとしたセレクトされてるっていう感じの、セックスピストルズ、ラルフローレン、チャック・テイラーね、昔のコンバースのオールスターなんだけど、もう今だったら超ヴィンテージっすよね。そうっすね。だって好きとかでも何万円、下手したら何十万円、十何万とかやる。俺が若い時、20代の時全部高かったあ、そうから、ね、チャック・テイラーって高いけどなぁ。あと、うちはレコードか今、あ、そうですねレコードも販売されてますよ、ビートルズちなみに僕、ポール・マッカートニーに似てるって言われるんですけど、目だ、目とかどうですか。どうですか、ポール・マッカートニーに似てるって言われるこっちがジョン・レノン。ジョン・レノンやろな、なんかでもいるよね、この男前か。男前な人ばっかりですね、この店。このレコードのあれもかっこいいよ、持ち運びできるやつですか。そうですね、キャッピーで充電式の。なかなかもうこの針を置いて音楽を聴くなんてことはそうないからね。ということでね、急遽横のフロムザモーニングさんって古着屋さんの方でお客さんがいらっしゃいまして、指輪が欲しいっていうことらしいんですよ。で、今からカッツさんが作るらしいんで、そこ撮りたいと思います。じゃあすいません、潜入させていただきます。あ、はい。それがシルバーの素材ですよね。あ、そうです。これが銀材ってやつですね、うんうんうん、長さ切ってない状態で、はいはいはい、あるやつで、サイズに合わせてセンチがあるんで、これ結構独学なんで、うんうん、作り方がいろんな作り方があると思うんですけど、で、今入ったのはこの銀材をねじってある、あ、さっきのバングルにあったやつ。あ、そう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 、あれが欲しいっていう感じだったので。だってお客さんの方が若いっすよね。うちは最近若い人がやっぱ古着屋さんを隣にあれしてから若い人がやっぱ多くて、へー、でもその派生してリングとかメガネとか、はい、まあ行く子はアンティークまで行くって感じですね。で、今は銀材を加工するのに柔らかく、はい、温めて、はいはい、してあると思います。熱くないですか。あ、もう熱くないです。一瞬で、あれだ、まあ、この辺はまあ多分アクセサリーの中でもすごいシンプルに作りやすいというか、うん、入門編に近いですね。もっと複雑なのはやっぱりそれこそね、1時間以上かかったりもするし、下手したら3日以上かかる、はいはいはい、なんでこの辺は基礎っていうか結構し簡単じゃ簡単ですよ。で、絶対マシン使う。本当は多分みんなここもヤスリでやるんですけど、うんうんうん、俺は速さがやっぱ大事なんで、断面とかもこういうディスクカッターって言うんですけど、はい、それで面出ししちゃう。でも多分珍しいんですよね、制作のアトリエと、うんうん、
店がくっついてるってなかなか多分やりづらいっていうか、大量にそうなんですよ、このスタイルだと作れないんですよね、なかなか。だから制作と現場を分けたいっていう考えにやっぱ最近はすごい強くなってきて、今からくっつけますもん。今塗ったのがフラックスっていう、こう銀剤が流れやすくなるような液体で、で今切ったのが銀剤です。間に入れる、はいはいはい、銀剤です。で焼いて溶かして、そうですね、隙間をその子で埋めてあげる感じです。全部独学なんですか？そうなんですよ、これ人に習うのがやっぱ苦手で、はいはい、なんか学校とかもまともに行けたことがないです。そうなんですよ、そうなんですよ、なんか分かんないことが楽しい派なんで、何でも独学の方が楽しいなって。聞きましたか、世の中の皆さん、分からないことが楽しい、これが名言なんですよね。うん、なんかそれを誰かに教えてもらうと多分気づけないことっていっぱいあるんです。実験好きなんですよ。あ、だから失敗も好きっていう、はいはいはい、面白い、そういうの楽しいな。なんかね、そのだんだん上手になっていく過程がね、楽しかったりするんですよね。最初から上手になっちゃうとデータが解けない、うん、はいはいはい、それはそうかもしれない。なんで失敗したかを知ってた方がいい。っていう間にもできてます。できてそうですね、うん。できてます。いい感じに。このオーダーをお店でして30分で作っていただけるっていうのは結構魅力的なポイントだったりするのかもしれないですね。そうですね。うん、まあだいたいお店に行くとサイズがないと諦めるんですけど、うん、うちだとサイズは関係ないんで、はいはいはい、まあ好みもそうですけど、その辺がやっぱりなんていうんですかね、新しいって新しいんじゃないですかね。こうデパートの中に入ってるアクセサリー屋さんとか百貨店とかに入ってるアクセサリー屋さんよりかは魅力が違う意味であるのかなって思います。まあ、あとなんか体験、オーダーっていうのもなんか体験するみたいな、はいはいはい、自分がちょっとお客さんも交えて参加してるみたいな感じが多分今の時代にハマるのかなって思いますね。みんなわざわざだってバーベキュー場行ってね、肉買って自分で焼くじゃないですか、うん、そんな感じに近いのかなって感じ。自分でもやりたいっていうか、はいはいはい、ワークショップとか流行ってるのが流行ってる流行ってる、そういうのがいいのかなって。うちワークショップやんないんですよ。やっても多分誰も来ねえなって思う。いや、そんなことないと思いますよ。そっか、うん、あのそれもやってみないとデータが取れないって。確かに確かに、うん、あれはあ、なんかこうヘルズマーケットのワークショップちょっと怖そうっすよね。まあ確かに怖そう。いや、まあパッと見て今日ヘルズマーケットって思うかもね、やっぱり。まあざっとなんですけどもできたっすね。お、すげえ、完成、お客さんに納品でしょ。こんな感じです。あ、素晴らしい、はい、見えますかね、こんな感じ、まあ、こんな感じで作ります。どうなんでしょう、うん、でいい、はい、というわけでですね、はい、なんでこういう場所を作ろうって思ったのかなと思って、あ、お店とか、お店兼アトリエ兼とかっていう、こういうスペース、うーん、あー、そう、まああれですね、自分でなんかものづくりもともと好きで、うんうんうん、10代の頃はシルクスクリーンの T シャツとか売ってたんですけど、うんうん、ま、その派生というかその流れで自分で作ったものが誰かに渡って、それでお金とかをもらえて生きていけたら一番いい。一番シンプルなことをシンプルにしようとしてる感じですよね。あ、そうですね、うん、まあ自分が一番やりたいっていうスタンスを絶対崩さないっていうのはポリシーとしてはあるね。そういう若い人がいないから今、うん、すごく感動するんですよね。あ、俺らもだって若い時はそうだったはずだし、その、うん、一緒のような考え方でやってきて、うん、まあ
もちろんね、こうやって進んでいく中で僕なんかその本当にいろんな人が絡む現場とかになったりするんで、自分の意見を押し殺すっていうものもだんだん増えてきたりするんだけど、ね、まあその今こうコロナ禍になってまたこっちの方に戻ってきてるわけですよ、僕なんか。確かにそう感じるかもしれないですね、今。そうだからみんながそうなってんな、もっとクリエイティブに俺もいたいっていうふうに思って、だから YouTube とかも始めたし、なんか洋服のブランドを始めるっていうのもそのきっかけだった、わけなんですけど。似てますよね、入り口が多分。そうシンプルに子供の頃にこうしたかったことをそのまま大人にトレースした時に、お金の問題がついてくるんですか。そこさえクリアすればこのままで入れるなっていうのが大事。いやでもすげえ楽しい。でも仲間が同級生だったりとか。そうです、同級生だからいい仲間に巡り合ってたんですよ。あ、それはもうラッキーな、それが一番ラッキーなところですよね。あとは建物を、あ、ここともでもそう恵まれてる、ね、まあ人間関係に恵まれてるっていう中で何をするかが結構大事。その中で好き放題やってるわけでしょ。まあ多分この建物の中だったら一番好き放題やってるんですね俺は。いやだから、まあ、だけどそうじゃないと多分仲間も困る。あ、なるほどね。特にマイキーとかよく言ってくれるんですけど、一番自由に好きにやってほしいみたいな。だからどんどん違うこと、毎年そういうフェーズが全然違うっていうか、飲食やりたいとか、例えばすごいデザインうまいのに、デザインすごいいいのに、世の中にとって生きてないみたいな。ただその会社が求めてるものをこなしてやってるから、もったいないなと思って、だったら俺もこのお店が必要としてるから、その子を食えるポジションを俺が用意してとか、マイキーもそうですけど、あのフロムザモーニングね、リュウちゃんもそうですけど、こうそこに何か役割と環境さえあればいくらでも伸びる才能はあるし、稼げる力もつくし、実際に稼げる、これも俺ができるっていう体験してるんで、それを誰か友達とかにどんどん転用していくと、いいチームとかクリエイターチームとかができて、世の中が少し変わる、自分たちの周りだけで。いい話ですよ。ほんとなかなかそんなことを言ってても実現できない人が多い中で、やっぱこうやっぱ経験しながらちゃんと立派にこうなんていうんですかね、場所を作ってるっていうことがやっぱ素晴らしくて、そっか、行動力、いやいや、ちっちゃくないよ全然ちっちゃくないからね。うん、ちっちゃくないうん、もうそうだな、俺結構人生の中で今感動してるっていうか、あんまりここ最近、まあ、洋服買いに行くことが減ったし、まあそうなんですよね。そうだし、何でも買える時代だからこそ、うちで買いたいっていうことがすごい大事です。メガネ絶対買いに来ると思うし、俺も多分普通にその辺でね、いたらお店やってなくて、普通に行ってたら多分マイキーからメガネ買います。あのね、あと人がやっぱりいいっていうのが、キャラが近いです。みんな皆さんそうですけど、ここのスタッフさんみんなそうだけど、人がいいっていうのがすごいなんかお買い物しやすいと思うし、本当に商品がさらによく見えるっていうか。いやいやいや。でも知識もちゃんとさ、メガネの説明とかしてもらってもしっかりとね、教えてくださるし、本当に素晴らしいと思いますよ。で、多分ここからあのファクトリーをでかくしたり、あと絡める人たちとかも増やしてでかくしていきたいんで、なんかもうちょっとあの理想郷じゃないですけど、もっと理想的な環境側を今探して、こっちとそんな新しいところを分けて使いたい。ちょっと絡みたいわ。ああぜひ。そう、みんなでなんかね、できるとこをそうですね、こうつながり合ってやっていくっていうのが輪になってくると思うんですよね。そうですね。じゃあぜひもっと絡ましてくださいよ。ぜひお願いします。いや、お願いします。ありがとうございます。こうやって YouTube もやれることが広がるんですよ。ありがとうございます。だから今日は横須賀来て何かやりますとかっていう、横須賀バージョンっていうコンテンツができるわけですか、僕の中では。でこれをやってみんなに知ってもらうっていう。じゃあイベントとかやるときにもしお声掛けしたら、あれですか、撮影とか入ってます。全然入る。あと今日カズ君が、イベント、まあ、スケジュールが合えば、合えばですね、そうイベントやるみたいなんで行ってみますみたいな。あ、うん、多分
ヘルズマーケットってつけてるぐらいなんで、うん、あのでかいマーケットのその祭事だったり、うん、あとそういうターニングポイントごとでなんか催しだったりとかはすごい考えてるんで、うんはいはい、ぜひあのイベントにもそうだし、新しいもしファクトリーがね、うん、とんでもないファクトリーができたらそっちの方が、ああぜひぜひ。でもなんか俺もコラボレートしてできることがあったらやらせてもらった方がチャンネルでやりやすいんで、お願いします。ぜひお願いします。はい、ということで、西高一郎の最有機、今回はヘルズマーケットさんにお邪魔していろんなお話を聞かせていただきました。平成生まれのクリエイターさんなのにこんなおしゃれなことができるんだって思って感動しました。っていうかこういう人と僕も一緒に絡んで何かしたいっていう風に思ったし、これからもなんか通わせていただこうかなと思ってます。はい、ということで今回はヘルズマーケットさんにお邪魔してみたって、形でございます。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あといいねボタンもよろしくお願いいたします。これからもこういう情報をどんどん発信していこうと思ってますので応援よろしくお願いします。ではまた。